オーダーセレクト。あ、ワンピー側が群馬さん、初参加の方ですね。ありがとうございます。まあ、キャラがベニマルよりクリスト、なんかよく見るような、けどいそうでいるような、いないような、よくわからないですが、先ほどの試合をちょっと見てましたが、非常にいい動きしてましたね。まあ、期待がかかるところですが、やはり先方この霞がかなり厚い壁、吹っ飛ばしが対空になって、さあこれベニマル、ベニマル側もまあ立ち回り自体はそんなには悪くはない方なんですけども、やはり火力差というかよく出やすい組み合わせですね。しかしここはうまく外から最後あった時に打っていく。さあ霞を止めたのは非常にでかい。はい、これだが決まり、さあ群馬さん側は非常に落ち着いている。時間を目いっぱい使っていく。ガギャンしてゲージがゼロ、投げを外して、さあまだ粘る、あー殺しきれない。さあやはり最後は頼りのジャンプ D、 本当に強いな。あれ2番手のイオリ、本日初登場かな。イオリはさあうまく落としていく。実は空車にかなり強いですよね。さあよくある、これもよくある光景。そのまま死ね。で寄りたいデルン、どうした、うわっ飛ばしが当たる、どうした。さあしかしティアナさん側は大将、ここは決まる。しかしイオリは確かレシピを変えなきゃいけない、変えなきゃいけないというか途中までしか入んないんじゃなかったっけ。さあコンボミスに救われてそのままサイカ、確かイオリとアンヘルだったかな、なんか当たんないの。あユリもオーダーセレクト。はい、スーピー側が ATM。 あ、最近お気に入りっぽいこのマリーを今日も入れている。あ、それにしても、まあ、初参加ながらというか非常に動きが柔らかいですね、ワンピガー群馬さんも。昔こういうイベントって言ったら俺もかなりガチガチになった感じなんだけど、最近のプレイヤーはなんかすごいですね、ほんとね。あうまい。あしかし群馬さんもよく見ている。あリードは群馬側、ここはしっかりガーキャン。あ時間もうちょっと少ない。うわーすげえところだよ、打ちになった。すごいですね、まあ、お互い技がまあ強かった結果ですね、あれはね。さあこれはまあよくアテナ側が、まあ、見る感じちょっときつそうですが、ここはしっかり落としていく。さあフェニックス太郎、これは先週のなんか無双が蘇りそうな感じはしますが、
さあ2番手がイオリ、さあなんかまたなんか先週のなんかすごいのが蘇りそうです。さあ D で暴れて、さあ続かずにいったが、さあしっかり見ている、投げが通って、おっと裏から端に戻して、ここは NC 確定、さあジャパンの吹っ飛ばしがヒット、余裕の体力はあとわずか、あっと、さあ ATM さんのアテナの動きが非常に滑らかですね。さあ釣って、さあ中段2連発、これはうまい判断。さあこれがかなり反撃しづらいんだよな、まあ、打ちどころも非常にうまいですが、さあクリス側はゲージを貯めつつ、さあ火ダメを最小限に抑えてスライディングから勝利打つが、あーなんかよくわかんない、あー避けきれないなあだあだあ本人は至って涼しい顔してるのがまたすごいですね。さあワンピガがモノノフさん、さあ今回もテリーはしっかり入れて共通も使っている。さあお互いのチームがなかなか個性あるチームですね。テリー対マリー、いやージャンプシー、こういう対戦だとやっぱジャンプシーとかその純粋な技の強さが目立ちますよね。いえタッパーうまく避けて、テリーは一発はかなりでかい、毎回思うんだけどテリーってなんか弱そうな感じしないんだけどな、どうなんだろうね。さあライジングアッパーで対空しようとしてるが、やはりマリのジャンプ攻撃非常に強い、なかなか落とせない。ただなんか長品を漏れていましたが、ジャンプ C からリアルカウンターはしっかり避けている。ああ2番手のアテナ、ここは歩いてしなげ、ライジングアッパーから、さあことごとくアテナの攻撃を潰していく、安全にガーキャン前転してアテナ側がちょっと苦しいか、さあなんとか流れを取り戻した ATM ガールズが、さあ最後はライジングかどうなのか、さあしかしその隙を逃さずしっかり取っていく、で中堅の共通、さあまあほぼ見たことのないような組み合わせですが、どうなっていくのか、ジャンプシーが速い、ここはさすがに落とされてしまう、あしかし ATM さん側がちょっと流れを取り戻しつつある気がする、行って戻っておしゃれ、さあモノノさんが非常にやりづらそう、稲毛が通ってしゃがみへの暴れが早い、うまく飛び越えて投げを外している、さあ相当あのフェニックスアロー連発を警戒してますね。最後は投げ、
ああ、大将の前、いい投げ刺さって、これはちょっと危ないんじゃないか。しっかり避けている、走って投げて壊すのに削っていく。ここでお互いかなりゲージを持っているので、さあちょっとどうなるかわからない。 ATM 側がほぼマックス、まあ、開幕ガーキャンで吐いて、いやジャンプリー本当に強いな。さあお互い一発が怖いところ、うまい、うまいが調理が出ない。やり直しが効くのか。さあ ATM 側は5本抱えている。さあちょっと流れは ATM 側が発動している。さあすごいことを狙おうとしている。どうなる、うわー、なーだ、惜しい、前に出てきた、まだあるか、なー、なかった、惜しかった。さあここで 2P 側フェイドシーン、あれなんか久しぶりでもないか、久しぶり、ちょっと久しぶり、久しぶりですね。オーダーセレクト。さあなんか本当に久しぶりな感じがする、これはこのチームを見るのは。イオリバイス、今日がフェイドシンガー、今日が大将ってなかなかすごいですね。さあ寄りたいテリーですが暴れつぶし、今日は青いバナが刺さって、さあ攻め立てていくのはフェイドシンの方、ここはうまい、マグロも刺さって強パン前、ヤロトメ、さあ完璧な試合運び、ほぼ P 勝ち。あ、モノさんがシャンフェ使ってる、ちょっと珍しいかもしれない。うまっ、前がちょっとつながらない、あれってどうするのがいいんだろう。一番ジャンプシーが速い、勝負に出ている。あ、昇竜、あー美味しい、なるほど、勝利当てるのがいいのか。さあ試合の方は進んでおりますが、いやーフェイトシンガーが万全の状態、これはさすがのモノさんも苦しいでしょう。投げが通すが残り時間も少ない、最後は逃げジャンプし、さあ久しぶりですが全然錆びついてない、むしろ勢いが増しているか、フェイトシン。あ、モノノさんを大将のジョンにかける、しないからおっと、ぶっぱ読み、この状況でもぶっぱ読みを選択するのがやっぱさすがといったところですね。一旦離れて中段、これは地道にやはり取っていかなければいけない。モノノさん側、ここは中段2連発で当たる、中堅のバイス、とコア縛れが確定して走り込んで、さあ霊剣を組んでいく、これは発動はミスったのかな、どうなのか。さあフェイトシンもやはり警戒して一旦下がる、これは確定かな、いやーこれ終わっちゃうね。
さあここはフェイトシンガー難なく取っていく。はいはい、お久しぶりです。チョキさんが言っちまいました。ハイデルンの思い出はやってくれるの？もう終わり。ハイデルン、ハイデルン、ベニー、なんか真面目なチームっぽいけど、そしたらベニー、ここまで真面目、ケアシ大真面目、オーダーセレクト、いいチーム使うじゃない。メイトさんは変わらずですね。なんかいいですよね、こういうチームね。ベニー対イオリですが、あー、距離の取り方がうまいな。イオリはベニーの遠距離 B に足払いぐらいしかさせないのかな。落としたかったけど落とせない。で置き攻めはジャン B、 あー、つかましく金利、あーっと間に合わない。次を切り込んでいくのは飛び越せないね。あ、基本的に時間をたっぷりと使ってベニマルらしく行くのは困ってからでいい感じ。さあここから飛ぶとベニマルといえども、うまい、ちょっと残念、しゃがむがベニマルの D はしゃがんじゃダメだ。しゃがむ、直さんそのキャラ K ダッシュと違います。そのまま死ね。あ、今度は小足が低いキャラ。さあで割と K にもいけるっていう評判ではあるけど、どうだろうね。あ、エンディエ火炎だ。さあ、おお、アイツにしたよ。一回仕切り直して、ケガッシュ、無理はしないで置きたいんだけど、置きたいんだけど、なんだか赤い、気がつけば赤い。たくさん苦しいよ。イオリのジャンプ早いから、素直に飛んできちゃくれない。背向けから、バイト読みかしら。まだまだ冷静。さあ、中段、決めておきたい。あー、イオリが襲ってくるよ、襲ってくる。あー、フェイトさん、声上げちゃった。で、ケイ対バイスですが、体力さえありゃそれはもう離れてシュッシュシュッシュいっていけるんでしょうけど、まっすぐおお、さすがショクさん、あそこで怒ってバイス打ったりはしません。さあ崖っぷち、崖っぷちです。いつもなら打てたであろうバイスが出ない、出せない。頑張ってください。あと15回ぐらいアイアン当てれば勝てます。心が強い。でもよくあの緊張状態であそこまで持ってたと思いますよ。ハイデルンですが、離れてりゃ滅災有利です、当たり前ですが。うっかり1回でも捕まったらそれはそれはもう中途半端な無敵技しかないおっさんなので、来るよ。お互いガーキャン前転で入れ替える。あ、バイス行きたくて仕方ない、気持ちはわかる。お前とりあえず近づく、おっ残念だった。とりあえず近づきたいんだけど近づかせてもらえないからゲージダメ。ほら、あの着地を狙う中段、あれはなんだっけ、直樹さんの得意技だった気がする。兄弟出る、ハイデルン側もクロス打った後に追っかけていくのが実は結構いろんな技で避けられるんでめんどくせえんですが、ある一定まで離れてりゃなんとかなる。さあ減らないと評判の昇竜からレッドキックは後天で避ける。とりあえずミスって食らってくれるまでクロスを打っていく感じなんですが、そうそう、あのエンディアなんだ。おー、完走。
ガーキャン前転を読んでわざわざバクステ直樹直樹チョキさんの顔がほころぶはい次はジャムおじさんです。ボードどこ？ジャムおじの弟子松川、我が社猛録したのか、弟子の割にご本人に見えますが、まあすいません。ここで、あ、浦田熊だ。ラウンドワン、ファイト。ゴーケンザ。浦田熊が、ちょっと目を離したら、なんか大ジャンプで詐欺っぽいけど、あれわざと詐欺らなくても裏社ならいい気もします。なんか裏社上手い人ってなんだか羨ましいな。逃がさない形がすごい98上手い感じで、あ、超乱客、さすがにミスではないと思うんです。おっとここで俊也さん、なんだっけ、とんかつさん的に言うと俊也パイセンが、ありがとう。裏社の同キャラっすか。エンディー、シャガディーとお互い大振りな技ぶん回して相打ち、とあら、あーバックスって、うわもう目まぐるしいな。次の置き攻めは、おお、うめえな。あーって、ヤシロのアッパーぶっちゃけ弱いと思うんですが、たまに一方勝ちするとおって思いますね。ラウンド、あ、ただ現実は非常であると思うんだが、この組み合わせそんな無理だよ。さあ投げようとしたか、それとも中段読んだか。エンチゲート、はい、綺麗に羽ばたき、しゃがし多分、ハイジャンなりの、予定というか、おいしい。終わりにしよう。ちょっと書き物もあるので、新宿片桐を召喚することにいたしました。すいません、我が社一人だと荷が重いです。はい、はい、新宿片桐です。はい、実況に定評のある新宿片桐先生をいや、何をおっしゃってるんですか。あ、そうか、初期さんが今試合中なんですね。そうなの。はいはい。で、相手は、あ、J おじさんの弟子の松川さんですか。なるほど、あくまで弟子の方で、なるほど。で、状況は対象マチュアが一本持ちで、いや、ハイデルンが2本ってとこですかね。絶対マチは有利だよ。あー、でもマチは2万にしまいました。まあそういうこともあるよね。まあでもいい勝負じゃないですか。面白いと思います俺、このマチは対ハイデルン。面白いのは認めます、うん、面白いです。さあ早くも座っているのは、今日はなんていうお名前、あ、今日は普通のスノキューさんですね。普通ですね、スノキューです。徳さん、さあ、キャラクターは徳さんはベニマル系ダッシュハイデルン。マジですね、マジですね。今日は最近、勝ち星が危なくなってきたので稼ぎに来たんじゃないですか。あー懐かしいネタだ。そうそうそう。それで、Q さんの方がセス、ウラロバクラークですね。こちらもまあ最近セスを使ってますね、Q さんは。そうね、
はい、がそのセスが今大変苦しそうにしていますが、セス自由に空飛んでてもベニマルのジャンプの方が結果的に高い位置にいたりするもん。あ、そうですね。おー、まあ、あとサマーもついたおかげで自由奔放というわけにもいかないので、より高い位置から降ってこようとすると、はい、英月が埋まっちゃって技かぶっちゃうんですよね。確かに。さあここは 3D が当たって裏行ったのに厚かましく駒投げ、はい、あーでもここはうまく1回トゥリアトゥリアして、あと上は見てる、相打ちかよ。確かにあのジャンプし強いね。一体あの手の中に何入ってるんでしょうね。なんかあれじゃないですか、ゴセントとかそういうのが入ってる。金を積んでる気がする。金か、金だ、やっぱり金か、間違いない。御曹司ですからね、うん、ガルシャー財閥だよ。財閥なんか表ロバートは財閥っぽくないよね。人の良さそうな顔してる。そうです、キャラセレを見ると。そうそう、人相悪い方が裏です、ね、そう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 、マフィアっぽいのが裏です。浦田くまのあのセレクト画面もさ、なんかあの人だけなんか家みたいになってるんですよ、ね、なんかあれおかしいですよね、ちょっと。うん、あのイラストレーターの方には申し訳ないですけど、あの浦田くまのポーズはちょっとなんで股間を押さえてるんだっていつも思うんですよ、ね、なんか違和感を感じる。違和感ある。あで、状況はあれバイク入ってるのかな、シャガディ前後ろへか、シャガビ後ろへ、うん、あでも上見てる。さあ初期プロが K ダッシュで裏ロバを下し、対象はクラークスティル、ね、でもさっきの話ですけど、はい、初期さんの勝ち星をカウントしてた方ってもういなくなっちゃったんですかね。シビーさんだったな、あれ。あーコメントに書いてた人ですか。そうそうそう、あ、いらっしゃらないですね、もう見限ったんじゃないですか。あれ第何回までカウントされてたのか分かんないですけど、確かに俺も覚えてないですね。ね、あーそんなこと言ってる間にクラークが苦しい。あんまり近画面端であんまり近くであのアインセカンドまで打っちゃうと投げがかくって、はい、かといってアインで止めると歯を食いしばらされるっていう。アインってアイン止めマイナス7ぐらいありましたっけ。確かマイナス8じゃなかったっけぐらいだった気がする。なるほど。あー吸い込んだといい投げが歯通り、しっかり追い打ちもしない。あ、なるほど、相手にゲージが溜まってしまいますね。この状態で後ろを振り向いて食さんの顔を見るのが何よりの楽しみなんですよ。食さん真剣です、すごい真剣です、ね、あっと開幕。そうですよね、それはガーギャン好転です。気分を落ち着けてまず離れます。まあでもこれキャラ相性は相当苦しいと僕は思うんですが、一回飛びで入り込めば、あっと汚い飯で、さあまだ悪夢は終わらない。今ダーキャン前転の構えだったんでしょうけど、さっき自分がやられた感じのことを。あーっとあるよ、あるよ、どうする。あーもう一回まっすぐだった。食さんが椅子の上で回る、くるくる回る。さあ勝ったのは Q さん。あ、本日ははい、はい、本日はどっかのバカの悪意によりトンカチさんです。トンカチさん、俺さっきあのノジアイの時にアテナとかマリーとかじゃなくて強いキャラをやるって宣言してたのに、強いキャラあ、いつもとあんまり変化がないような気がするけど、ね、あ、でもバインスをフォクシーにすればガチになるのかな、トンカツさん的に。あ、トンカツさん的には確かに。とりあえずもうアテナは一回お休みなんですかね。まああれはほら心が折れますよ。無理だよあのキャラ。あ、確かに YT さんも結構使ってるの見たことあります。まあ飛び道具ありゃ誰だって好きです。なるほどなるほど。あー、おー、足払い体型。あ、残念。え、あれってそういうんじゃないんですか。ああいうの吸い込むとかそういうのないんですか。使ってみれば分かると思いますけど、はい、びっくりするぐらい狭いです。あ、狭いな。狭いっす。なるほど。
無印の時も相当なんかいいイメージはなかったけど、あ今回ももう無印あるんですか。無印確かあったと思うんですが、ダックキングのブレイクスパイラルみたいなコマンドで、あ、はいはい、いわゆるマリー台風昔の、あ、ね、なるほど。え、今回は違うんですかコマンド。今回も同じだったと思います。確か上りシートが打とうとするとたまに暴発するから、あー、はい、ありそうありそうと言ってる間に、とんかつさんの前が、とんかつさん、これもクラーク苦しそうだけど、苦しそうって思うんですけど、はい、ぶっちゃけじゃあクラークが楽なキャラって誰よって話だから、まあそうですね、確かにそうなりますよね。その辺はもういちいち文句言うつもりもないでしょう。確かに今時にクラークやってる人が、まあそうですね、別にディスってるわけじゃないのよ、はい、クラークってまあそうですよね、基本きついキャラばっかだはずなんですけど、まあ捕まえた時のね、やはりそのリターンを、うん、だからそこで頑張っていくキャラだと思うんで、はい、ガルフとかクラークとか使う人って本当に何回やめろって言ってもやめませんからね。そうですね、ダメだっつってのにやめないから。おっと差し込んでた。あーおおガードモーションが出てたか、ちょっとカクッと屈伸っぽくなっちゃったのかな。そうですね、で裏ロバですが、おずさんがなんか叫んでますけど、まあおずさんが食さんを呼んでるけど、何無視しましょう。トラブル、あ、そっか、おずさんは多分俺に入りたかったんですけど、俺がもうすでにマイクを握っているこの状況に疑問を感じているようですね、はい、なるほど、初期はまだ生きているはずだと。なるほど、ってことはひょっとして俺狙われるんじゃね。その可能性はちょっとあるかもしれないですね。さっと言ってる間にキュウさん、お、あ、これはうまく決めていく、前が輝く瞬間ですね。あ、絶対嘘だ、今の絶対嘘だ。走らず今の、あー、後転読みか、走り込んだが冷たい、あー苦しい。さあ、とんかちさんの勝利ですね。これとんかちさんでいいのかな、本当にとんかちさん、ハンマーさんです、ハンマーさん、